んにちは。お忙しいところ、海洋研究開発庁沼研究所にお越しいただきましてありがとうございます。ただいまより第150回地球情報館公開セミナーを開催いたします。本日の司会を進行します、管理課の中野です。どうぞよろしくお願いします。はじめにお手元の資料の最後にありますように、海上からのですね、地震時の避難経路を示したものがありますので、よろしくお願いいたします。基本的にはこちらの方から指示しますので、指示に従って行動してください。それでは講演を始めます。講演に先立ちまして、先日の九州北部豪雨により30人近い方が亡くなりなど、被害が受けられた方たちに哀悼の意を表したいと思います。あと本日の、公開セミナーの映像ですが、外部にいるの公開を予定しております。ご理解の方をお願いいたします。もし不都合のある方はおられましたらおっしゃってください。そちらの方面の映像は控えるようにいたしますので、よろしいでしょうか。それでは最初に講演者を紹介いたします。本日の講演者は地球環境変動領域熱帯気候変動研究プログラム大気、季節内変動関連現象研究チームの研究員の本木耕作です。本木研究員は1976年に京都府に生まれ、2歳から高校まで新潟で育ち、北海道大学、名古屋大学での学生時代、その後、京都大学でのポスドク研究員を経て、2005年からジャムステックの研究員として活躍しております。専門は、メソ気候データ同化です。暖かく湿った南風の、故郷である、熱帯西部太平洋海上の対流に関する研究に従事しながら、アジア全体の大気海洋観測がどうあるべきかを模索しております。それでは本木研究員、よろしくお願いいたします。今後ろの方にいたします。
でその前線によって世界ではどこにも起こらないような、世界いろいろな雨季がありますけれども、世界ではどこにも起こらないような雨季が東アジアではもたらされる。その張本人が梅雨前線だと言えます。でその梅雨前線どれぐらい長いかという話を最初にします。どれぐらい長いか、先週のですね、7月14日土曜日です。皆さんも記憶のある方多いと思いますが、その時にどれだけの前線が東西に伸びているかという天気図が上のものです。中国の内陸部から東シナ海、東シナ海通りまして、で日本の東の沖合まで約5000キロも伸びるという前線です。こんな前線は他にはありません。普通皆さんがよくご存じのように寒冷前線ですとか温暖前線ですとか、まあ、そういったものはもちろん長い前線ですけど、せいぜい2000キロだと思います。でそれが、まあ、倍以上の長さが伸びる、これだけの前線他にはないわけですけども、長いのは水平的な長さだけじゃないです。停滞する期間も長い。だから困ったことが起こり、いろいろと起こります。先週の九州北部豪雨で、例えばこれ阿蘇の乙姫という、まあ、非常に雨の多いところですけども、そこで6日間、1週間かけてどれぐらいの雨が降ったかというと、1000ミリ以上の雨が降っております。これどれぐらいかというと、空っぽだったプールが6日間だったら全部満タンになってたという、そういう深さですけども、それだけのものがたまるだけじゃない、それがどんどん山の方から流れてくるわけですから、それは大変恐ろしい量だというのはお分かりだと思います。で寒冷前線です、温暖前線含めて2日間ぐらいかけてどれぐらい普通降るか、多いところでも50ミリ、せいぜいそんなものです。それに対してどれだけの量かというのはお分かりいただけるんじゃないかと。そうすると、まあ、非常に、九州北部豪雨ようなですね、痛ましい事故も起こるということになっています。で、まあ、あの災害などを見てますと、僕ら研究者も含めてですけども、ニュースで痛ましい映像を見てて、心配する以外に何もできないというのが、まあ、実際のところありますけれども、まあ、その痛ましい気持ちが少しでもですね、もっと知ろうというきっかけになるんであれば無駄じゃないんじゃないかなというふうに僕は思います。で、その少しでももうちょっと知りたいという、まあ、皆さん能動的な気持ちで今日ここに足を運んでいただいたんだと思いますけれども、まあ、そのきっかけにですね、少しでもなればなというふうに思っております。で、その、じゃあもっと深い理解を得るにはどうしたらいいかということを最初にちょっと考えたいと思います。で、先ほども言いましたように、能動的に何かをするというのが深い理解を得るためには絶対必要だと思います。ただ単に知識を、情報を受け取る、受動的なものよりも何か一つ自分で考えてみる。そういうプロセスがあって初めて理解に一歩近づけるんだと思っています。で、まあ、そういうことの、まあ、能動的に知ろうとするきっかけに少しでもなるんであれば、まあ、明日災害が恐ろしいということの、まあ、最初はそういう気持ちだったかもしれませんけども、平常時にじゃあもっと少しでも理解しようというときには、恐ろしいがきっかけだったかもしれないけども、平常時にはできるだけ親しんで楽しんで理解するという気持ちが大事なんじゃないかなと思います。で、理解するためのコツを今日は3つお示ししたいなというふうに思います。本質的な側面として3つの点がここに並べたようにありますけども、まあ、その3つのトピックをお話ししたいと思います。で、まあ、とにかくこの3つについて考えながらですね、能動的に何かを考えていくときに少しずつ理解が深まっていく。で、その結果としていろいろ大変なことが起こるけども、それを追っ払えるというところにつなげられたらと思うんですけども、追っ払うためにはですね、ただ一つの方法は、僕が体験しているのは、ただ一つの方法は研究するっていうことなんです。で、じゃあ皆さんも研究したらどうですかって僕は思うわけですけども、皆さんはそう言われるとおそらく、いやいや私は専門家じゃないので、研究なんかちょっとそんなのは難しいというふうにおっしゃる思うかもしれませんけども、まずその研究に対する誤解から解きたいと思います。研究に対して皆さんがよく思われてるんじゃないかな、僕が感じる
誤解についてお話しします。どういう誤解があるか。研究っていうのはすごく難しいことを専門家がやることだというのは僕は誤解だと思います。研究は誰でもできることだ。で皆さん、研究者がオフィスでどういうことをどんな姿でやってるかっていうのを想像されてるかどうか分かりませんけど、ひょっとするとオフィスでこんな顔してずっと難しいことを考えてるっていうことを思ってらっしゃる方多いかもしれませんけども、実際に僕が一番今研究してるなって思うのはどういう時かの写真はこれではないんです。どういう写真か、僕が一番研究してるなって感じてた時の写真はこれです。これは隣に僕の尊敬する研究者たちがいて、その人たちとこういうことやったらすごいんじゃないか、こういうことやったら役に立つんじゃないかということを考えて議論してたら止まらない、やめられない、終電を逃すっていうぐらいの状況が一番研究してるなって思える時です。でそれは皆さんもあると思うんですね。なんか素朴な疑問について考えて議論していたら一生懸命話したら楽しくなってしまって、最初難しい話だったかもしれないけどだんだん楽しくなって帰るのがもったいなくなっちゃうみたいなことはあると思うんですけど、それは僕は研究だと思うんです。でその話題の一つに気象学ももちろん持ってこれると思いますし、それは論文になることだけが研究ではなくて、皆さん個人が自分にとって役に立つ研究をそれぞれされたら僕はそれで全然いいと思っています。で、まあ、そんなことをちょっと踏まえていただいてですね、これから3つのトピックについてお話ししたいと思います。で最初の導入を今軽くお話ししましたけども、最初に梅雨前線の立ち振る舞いについて、これが見た目の天気図であるとか皆さんよく見ている、よく感じているものに対してそれをどういうふうに見ればなるほどと思えるかというポイントを少しお話ししたいと思います。それから2つ目は姿の捉え方です。姿っていうのは梅雨前線の場合記号で見る以外はなかなか見る機会ないと思うんですけども、いろいろな実はデータであったり速記であったりそういうもので見ると別な見え方がしますので、それをどういうふうに 見たら面白いか、楽しめるか、親しめるかというようなお話をしたいと思います。これが2つ目です。3つ目は出会いの探し方です。実は梅雨前線というのは梅雨前線だけを見てても理解するには不十分です。梅雨前線の周りにいろんな登場人物がいます。実はでその登場人物がいるんですけども、一つあるというだけでは不十分で、何かのきっかけに出会ったり別れたりということをするんですけども、そのタイミングを見つけられるか、重要なシーン、ドラマで言えば重要なシーンっていうのがあると思うんですけども、そこを見逃さずに見れるかっていうのが非常に大きなポイントになってます。それを3つ目のお話として話させていただいて、最後皆さんから のぜひですね素朴な疑問をたくさん教えていただきたいなと思います。なぜかといえば研究をやってますと、いろんな知識が身についてしまいます。なので本来僕はここからこの疑問から研究を始めたっていうところをですね、いろいろ忘れてしまうんです。でそれを思い出させてもらえるのが皆さんのようにですね、一般の方から素朴な疑問を問われた時、それが一番本当にこれやっぱり もっとやらなくちゃいけないんだと気づける時なので、それを最後の時間一番大事にしたいと思います。ぜひよろしくお願いします。では最初にですね、梅雨前線の立ち振る舞いについてのお話をしたいと思います。で天気図でこういった前線の記号であるとか、それから非常に今日は暖かく湿った南風が入って非常に蒸し暑いでしょう、雨が降らなくてもそんなことがいろいろ起こるわけですけども、よく思うのはやっぱり雨なんか降らなくても毎日のようにこういうことがあるのは何なんだと。僕はですね、もう個人的にですけども、研究を始める前まではひたすらこういうことにちょっとイライラしていたんですね。何なんだと。この時期、夏の方が気温は暑いんですよね。でも梅雨の時期がなぜか自分にとって一番不快なんです。で自分の誕生日なんだというのはですね、6月の6日が僕の誕生日なんですけども、その誕生日に限ってとにかく不快な天候になるわけです。で非常に嬉しくないお約束事なんですけども、何なんだというのが僕の根本的な昔からのですね、疑問だったわけです。
で、なんで蒸し暑いのかということを簡単に最初にお話しします。でもこれは非常に、まあ、知ってらっしゃる方が多いかもしれませんが、非常に簡単な話ですね。梅雨前線というのが、まあ、日本に停滞しますという時期にはですね、熱帯からこの日本に向けて決まった流れが非常に定常的に始まります。これモンスーン気流と言います。場所はですね、インドシナ半島の向こうベンガル湾ですとか、それから南シナ海、西太平洋、熱帯の西太平洋ですとか、とにかく熱帯の非常に暑いところ、水蒸気が もうたくさんあるところ、そういうところからひたすら空気が流れ込む流れになります。この、ま、モンスーン気流というやつがですね、ずっと停滞する、これが蒸し暑くなる原因で、普通暖かく湿った南風っていうのは何日かすると低気圧とともにどっか行ってしまうんですけども、梅雨の時っていうのは1ヶ月かそこらのないずっとこの形になりますので、通り過ぎてくれないんです。数日したら涼しい寒冷前線の裏側の寒気がやってきてくれればもうちょっとマシなはずなのに、これがずっと続くから僕たちは不快なんです。で、水蒸気がとにかくたくさんあるところが今灰色にかかってるわけですけども、この状態がひたすら続く、この灰色に入っちゃってる人はもう全員蒸し暑いわけです。で、これが寝てる時も起きてる時も明日も明後日も土曜も日曜も、これがですね、なんで蒸し暑いのかと言ったら、熱帯からの空気をですね、完全にもう安定輸入してしまう、その装置として梅雨前線が働いてるからです。それが、まあ、一つ目の答えです。これは非常に簡単といえば簡単だったかもしれませんけども、2つ目の問題があります。じゃあですね、これと関連するんですけども、蒸し暑いだけならまだしも、まだしもですね、この間のように非常に多くの雨が降ってしまいます。降ってしまうことがある。なんであれほどの雨が降るのか、これも非常に原因は近いのか、根本的には同じようなところに、6日間合計で1000ミリも降るなんていうのは到底ですね、雲を作るっていうのに対して原材料、水蒸気量ですから、その水蒸気は普通は暖かく湿った南風だったらなくなってしまえばもう雲できない。ところがいくら雲ができてもまだ来る、その状況がひたすら続くので雨がいくら降っても止まないという状況にひたすらなります。で、しかも前線という雨のきっかけを起こすもの、それがずっと同じ場所にいるわけですから、きっかけを起こすものがあり、原材料が安定輸入される。それが簡単に言えば雨があれだけ降るという理由になります。実際にデータとして見てみると、この赤い部分で 色を塗ってみました。水蒸気量の多さの分布を書いてみました。どういうふうに見るかというと、このオレンジ色ぐらいの部分というのが、まあ、大体それよりも赤いところは暖かく湿った南風が入って雨が降るでしょうの領域ですね。で、前線に到達するとそれが雨が降るわけですけども、オレンジ色より多くなってきたらもう大雨注意な量です。水蒸気混合比という量なんですけども、それが16グラムパーキログラムという量を超えてくると、この大雨を起こしうるぐらいの量になってきます。で、この間の7月12日豪雨が起こった時、それどれぐらいあったか、18グラム、10% 増しぐらいですね。で、多いところではもう 20% 以上、普段の大雨よりも多い。それがこれだけ広い領域からずっと延々と流れ込んでる。こんなことは尋常、もう異常な事態なんですね。ただの暖かく湿った空気じゃないんです。これがこれだけの広さで広がってて、ひたすら何日も維持されるなんていうことはなかった、普通はないんですよね。これが豪雨注意が何日も続くっていうのが起こったのが前回の豪雨の原因の一つで、で、要するにですね、水蒸気量が多いと、まあ、飽和に近いということになりますけども、ある空気において含める水蒸気の量の限界っていうのは、まあ、飽和というんですよ。器の大きさ決まってます。で、それに対してもうほとんど満タンな状態でやってくると、ちょっと何かきっかけがあれば全部溢れるっていうのはつまり雲ができるってことですけど、それがひたすら起こる、それがしかも安定輸入されるっていうんだから、もう豪雨が起こるのはあそこまで行ってしまうとほとんど必然になります。それがあれだけ雨が多くなるという理由の一つね。で、3つ目の問題はですね、しかも天気図ちょっと見て
記号で書かれていて、その動きを追ってみたことある方おられますか？かなりですね、追ってみた方がおられたらですね、非常に動きが読みにくいはずです。どういうことかというと、寒冷前線であれば西から東に通り過ぎていくだけなので、その動きは非常にはっきりします。こういう動きははっきりしますね。こっちに動いた、それはよくわかるんです。これはですね、東西に伸びてて南北にちょこっと南下したり、ちょこっと北上したり、非常に微妙な動きをするの でしかもこう規則性がないように見えてしまう。南下しました、その結果を言われても、その寒冷前線だったら南下しました、いや南下するだろうなと思ってたけどしたんだっていう感じだと思いますけど、これは非常に分かりにくいと思います。でこれどういうふうに見たらいいのかっていうお話をしたいと思います。これはあの今年の例ではなくて2010年も非常に雨が多かった年なんですけども、6月21日から1週間ぐらい見てみたいと思います。1日おきに撮っていきますね。21日から22日にかけて梅雨前線は九州の南部に停滞していました。ほとんど九州の位置で見ると南、北の南部方向に全く動いてません。これ停滞ですね、完全に停滞前線の記号である中でも本当に完全に停滞している状態です。ところが停滞前線の記号で書かれている時もちょっと動くことがあるんですね。同じ記号なのに23日から24日はちょっと南下してますよ、ね、同じ位置でゆっくりなだけで南下してるんです。でこのでもちょっとなんかは結構なあの大問題ですから、あれだけ雨が降るということは大問題なので、これをちょっとが見過ごせないわけです。で今度どうなるか、このあと26日から27日今度逆にですね、北上するんです。南下だ南下だ南下だと思ってたら、今度ある時から突然北上するんです。これ何ですか、非常に読みにくい。であの注意深く見れば見るほどわけが分かんなくなっちゃうっていう対象だと僕は思います。でこれをどう見るかということを一つだけポイントをお伝えしたいと思います。でどういうふうに見ればいいかというとですね、あの今ラベルを貼ってますけども、メソ低気圧っていうちょっとちっちゃめの低気圧が前線の真ん中らへんに今います。あの普通の低気圧よりも、普通の低気圧でいくともっと大きくてはっきりして、完全にこう寒冷前線と温暖前線ってきれいに書かれててはっきりしてるものなんですけども、梅雨前線の途中のどっかにポツンと非常にちっちゃな低気圧ができることがある。でこれを見つけてください。これ非常にちっちゃくて目立たないんですけど、ものすごく重要なので、これを見つけてください。でメソ低気圧っていう名前は多分 あまり馴染みがない言葉ですし、ほとんど一般では使われません。だけどこれが非常に重要です。これをどう見るかというと、このメソ低気圧の中心に対して東側に今自分がいるという場合と、西側にいるという場合で南下か北上かが大体わかります。どういうことかもう一回見てみたい、うん、南下の時に、実は南下の時に別なメソ低気圧がいるんですね。あれの動きを追ってください。例えば九州の位置で見ますと、メソ低気圧が四国のあたりに今あります、ありますね、23日で、それが東に進んでいく時に南下しています。九州はこのメソ低気圧に対して西側に位置してますけども、そういう状態だと南下が起こります。で九州が今度別なメソ低気圧がやってきて、西からやってきてですね、それに対して九州の位置が東側に今位置してますっていう状況になると、今度北上が始まります。これが南下するか北上するかのポイントとして非常に役に立ちます。読みづらい、あのフラフラしてて挙動不審だと誰もが思うと思うんですけども、この中心となる基準を見つけると非常に見やすくなります。全てこれで説明できるわけじゃないですけども、これを見つけてみてください。で、ある九州の経度だけで梅雨前線が1週間あの停滞してたのか北上したのか南下したのかというのを縦軸を南北にして、で右側から左側に向かって日付が進むようにプロットをしてみる、してまとめてみると、
結局最初の3日間ぐらいは停滞してた、全く同じ位置に北緯30度ぐらいの位置にずっと停滞してたとプロットできます。である時から南下しますが、それはメソ低気圧が四国でできて通り過ぎていった時です。その時に南下します。で今度ある時から北上が始まるんですけども、それは西から別のメソ低気圧がやってきて、それが近づいてくると今度北上が始まりますというふうに見ることができます。で、まあ、こういった図に、まあ、ちょっと小難しい図に まとめなくてもいいんですけども、何か一つ基準を見つけると非常に見やすくなるということが言えると思います。これが一つ目のトピックです。でつまり動きが読みにくいのは基準となるポイントを定めにくいからだと思います。皆さんあっちを見たりこっちを見たりって無意識のうちにされてると思います。だけど基準としてメソ低気圧っていうものを見つけて、それに対してどっち側っていうことを意識さえすればかなり見やすくなります。振る舞いの、立ち振る舞いの見方、この3つのポイントです。つまりですね、梅雨のキーワードとしてはいろんな、まあ、振る舞いに対してはですね、いろんなことがあると思うんですけども、そのキーワード、自分が どれがキーワードが気になるか、それは どれでもいいんですけども、何か一つ、僕だったらメソ低気圧に注目して動きを追っかけてみるとこんなことが分かったって、まあ、本当に些細なことなんですけども、それだけでだいぶスッキリしますよっていう体験を僕は得たわけです。でどんなキーワードでもいいんですけども、何か一つ、あ、それは気になるな、なんとなくよく知らないけれどもっていうのを定めて、それに対して自分なりの研究をしてみると、研究をしてみると一歩理解が絶対に深まりますし、親しむ楽しむの取っかかりがつかめると僕は思います。でこの、まあ、最初のトピックに対してですね、立ち振る舞いということで、まあ、他にもいろいろあると思いますけども、そうですね、一回、まあ、このトピックまとめてメソ低気圧についてでもいいですし、一回質問の時間を設けたいと思います。で、今話さなかった別のキーワードについてでも何でもいいですし、まあ、ちょっとも立ち振る舞いという観点からすると、僕はも私はこういうことがもっと気になってるんだけどっていうようなお話があれば、その点をですね、ぜひ教えていただきたいなと思います。で、一旦数分、もう本当に短いディスカッションタイムですけども、設けたいと思いますが、おそらくいきなり質問どうですかっていうと、すぐには思いつかない方が多いかなと思うんで、ちょっとだけシンキングタイムを取ります。で、ぜひですね、隣、後ろ、前後、左右で結構なんで、ちょっと話し合ってどういうのが気になったかを言ってみてください。で、もし知らない方同士であれば、ちょっと簡単に自己紹介をしてもらってですね、数分ほど取りますので、シンキングタイムです。で、どれが気になりましたっていうのを後で教えてください。いいですか。じゃあ今から、シンキングタイムは90秒取ります。90秒で前後左右どの方でも結構です。一番気になったのは何？このキーワードだったらもう少し知りたいということがあるので教えてください。そういうのは、気圧の谷の深さですかが全部です。メソの低気圧ができる基準の中に書いてると思うんですけど、はい、その管理はされてないんでしょうけど、メソスケールの低気圧がある
ことによるその前線的と、もう相関的な場の大きさの深さって谷の深さとか、あの育つの大きさとかと関係あるんでしょうか。ちょっと今のご質問は すごく良いご質問なんですけど、おそらく後半の難しい部分になってきますが、簡単に1点だけお話します。皆さんの低気圧の気圧の谷の東西に伸びる方の谷の方ですか。例えばどれがいいですかね。気圧の谷っていうと、非常に梅雨の時期の特徴っていうのは、あの東西に気圧の谷が伸びますね。どれがいいですかね。梅雨の時の天気図って、あの他の季節に比べて等圧線がどっちが高いのかどっちが低いのかがあまりはっきりしない時期だと思います。で、梅雨前線が引かれてるのはなんとなく低いところの中心が梅雨前線が引かれてるところで、その辺り一体なんとなく低いっていうぐらいで、あんまりはっきりしない谷になります。で、そのうちのどこかちょっとだけ気圧が低いその極小地になってるっていうのがメソ低気圧なんですけども、だから もっとはっきりしたあの谷がこのあのスポンと降りてればですね、あのもっときれいに見分けがつくんですけども、高さでいくと非常になだらかな丘の状態で、あのちょっとだけくぼんでるっていうのが梅雨前線のできてる谷の状況なんです。なので、あのはっきりした本当にあの深く穴がくぼんでいればそれを見つけやすいんですけども、丘のこうなだらかなこうちょっとでこぼこがあるぐらいの中でちょっとここはくぼんでますね、その極小が小さくできてるっていうのがメソ低気圧のイメージなんですけども、そういうのを見つけるっていうのは非常に難しいので、そのそれ以外のものとの対応っていうのは非常に難しいっていうのが、まあ後半の話にもちょっとつながりますけども、あのくぼんでる場所がはっきりしないので、まあくぼんでる場所に水が集まってきて雲ができて雨が降るわけですけども、くぼんでる場所がはっきりしないので広いんです。で、その場所はどこも雨が降る可能性があるし、普通前線が引かれたらその前線の上をだけを注目してればまたに、その辺一体どこも水浸しになる可能性がある。そういうこう曖昧な谷ができる梅雨前線付近のこうよく読み取りにくい天気図になる特徴の一つだと思います。で、あの今メソ低気圧の点をご指摘いただいたんですけども、これはあの僕がやっぱり研究としても一番重要になってくる部分だと思ってますんで、あのその辺後半にも向けてですね、もう一回あのお話をつないでいければなと思います。ありがとうございます。でですね、まあ梅雨のキーワードはいろいろあるんですけども、何か一つご自分が今日一番気になるもの、それは何かっていうのをあの僕がこれですよって言うんじゃなくて、自分にとっては何かっていうのを一つ覚えて帰ってもらえればと思います。で、2つ目のトピックに行きたいと思います。で、2つ目はですね、あの僕個人が実際に学生時代にですね姿を見に行った出かけた話なんですけども、その話をですねちょっと簡単な、まあ、最初と同じようなビデオをまとめてみましたので、こちらからお願いします。話をちょっとこれから10分ほどもう一回別なトピックとして一から聞いていただきますが、どういう話か
このビデオを見せますと、僕の息子は非常に怖がるんですけども、彼はちょっと錯綜してて、怖すぎてお出かけしたくなるそうなんですけども、これ実際に確かにお出かけし、僕が自身がしに行ったお話です。で、どういうところに出かけていって何を見てきたか、どういうお話をしたいと思います。何を見れたかというとですね、きっかけは僕の指導教官の当時北大、今は名古屋大学ですけども、上田先生という方がですね、僕にもう非常に軽い通りで、茂木君、鹿児島に出かけてみないかと、気象観測かどうかとか一切言わないんです。出かけてみないかと言われたら、それは僕もちょっと出かけてみ、お出かけならしてみたいって言うんで、僕は行ってみたら、その先にこういう仕事が待っていたっていう話がですね、僕がバイオ伝染をやるきっかけになった最初のストーリーです。で、どういうことをしたかと言いますと、バイオ伝染を見るにはいろいろな姿を見るには、いろいろな速記で見たり方法があるんですけども、僕が最初に出会ったのはドップラーレーダーという速記です。で、気象レーダーで皆さんこう雨の分布をニュースで見たりとかあると思いますが、ドップラーレーダーっていう速記の名前をご存知の方どれぐらいおられますか？結構半分ぐらいおられます。ちょっと初めて聞きました。よく聞いたことはあるかもしれないけど、どういうものかよく知りませんっていう方はどれぐらいおられますか？それ半々ぐらいですね。いや、ドップラーレーダーはなかなか登場しない言葉だと思うんですけども、気象レーダー、まずそもそもですね、レーダーっていうのはどういうふうに雨を測っているかっていうと、電波を出してそれが跳ね返ってくる強さを測っているわけですけども、電波じゃなくて、例えばもう声でいいです。声を出して山でヤッホーといって山に当たって帰ってくる、そのヤッホーが帰ってくるんです。その大きさを測ると、あ、向こうに何かがあるぞって分かるわけですけど、それは電波だと雨雲が探知できます。電波としてヤッホーとレーダーが言うとですね、雨雲があれば何かが返ってくるし、何もなければ返ってこないわけですけども、その雨雲を探知して、そのすごく大きな声で返ってくれば強い雨雲がいるし、ちょっとの大きさで返ってくれば、うっすらした雲が漂っているだけということになります。で、その雲がですね、遠ざかってるか近づいてるかで、ドップラー効果ってご存知だと思います。救急車が近づいてきたら音程が変わりますよ。ピーポーピーポーの音がだんだん上がったり下がったりするっていうのがドップラー効果。雲に対して電波を当てても同じことが起こります。自分の出した声が遠ざかろうとしているものに当たって返ってくるか、近づいてくるものに対して返ってくるかで、あ、相手はあの人音程下げて帰ってきたからどっちだなって分かるわけです。だから普通のレーダーは声の大きさしか聞き取れないんですけども、ドップラーレーダーは声の音程が上がったか下がったか聞き取れる。そうすると風の向きが分かります。で、僕が最初に出会ったのはただの気象レーダーじゃなくて、風の動きが捉えられる、雲の形と風の動きが捉えられる、そういうレーダーで、これに出会ったのがですね、九州で北海道大学のレーダーの一つとして僕が運用することになったものなんですけども、行ってみて気づいたんですけど、最初はもう鹿児島に行くということしか考えてなかったので、行ってみて気づいてみたら、ものすごく大きなプロジェクトの一部で、全日本のあらゆる気象に関係する大学が九州に持ってる速記全て集めてきた大プロジェクトが99年にありました。それがエクスバイオ99というものなんですけども、その時のデータのレーダーの一部を僕が携わることで、その周りに集まってきた全てのデータを全部使っていようと、それはちょっと面白そうだって始めたのが僕の最初のバイオ伝染に対する出会いで、99年の6月27日の朝、あるちょっと大雨が降った。でもそんな災害が起こるほどじゃないです。これぐらいの雨だったらよく九州で起こってるという程度のものですけども、それが6月27日に起こりました。で、バイオ伝染があって、その周りに雲が非常に幅広く広がってますね。これは非常にバイオ機の特徴ですけども、南北に500キロぐらい非常に広い雲が広がります。これ、まあよくあるんですけども、この時が非常に僕は気になったんです。よくあるものになんで気になるか。これがですね、データで見るとものすごく不思議なことがたくさん見えてきたんです。どういうことかと言いますと、
この雲の中の領域を、あの雲っていうのは外が衛星の上から写真撮ってるだけですから、中を見るので中をちょっとスキャンしてみます。 CT スキャンをかけると骨が見えるわけです。骨はですね、この2本あるとレーダーは教えてくれます。雨の一番強いところです。で、九州の槍側に普通1本だと僕は持ってたんですけども、あの光線の強いところが赤とか黄色で示されてるんですけども、それが西から東に単純に東西に動いてるやつと、南西からちょっと角度を持って上がってこようとしてるんです。別な点の集まり、つまりラインです。線が、降水帯があったんです。で、これ別々に存在したのがなんかすごく不思議だった。バイオ衛星で1本でしょ。なんかこの、なんかそのおかしな日本名がいるのか、ラインは何についてボカンで勝手に名前つけましたけど、しかもですね、これだけなら大した雨じゃなかったので気にならなかったんですけど、なんかその北側のやつが南下、急に南下してきてぶつかっちゃった時にものすごく強くなった。一瞬ですけどものすごく強くなった。で、自分のいたあの南九州のところでレーダーに動かしてた時にものすごい雨降ったんですけども、でも一瞬で50ミリとかそんなもんです。で、これはすごくですね、僕にとってあまりにもなんでっていうのが多すぎて非常に気になったっていうのが、もっと調べてみたくなった理由です。で、雨の分布だけだと分かるのはせいぜいこれぐらいのことですので、風も見ましょうっていうのがドップラーレーダーを使ってやったことです。ドップラーレーダーを使うと雲の中でどういう風が吹いてますか、細かく見ることができます。で、これがですね、ベクトル一個一個がこうもう1点1点についてる、全部風の向きがこう違いますよっていう分布なんですけども、北側がライン2というやつ、南側がライン1というやつですが、この両方ですね、円状に縦にちょっと構造を切って見てみましょうというのをやったのがですね、こちらです。で、ライン2の方はですね、どうやらあの一番下の方に1キロか2キロぐらいのところが完全に北風になってて、で、その先端がライン2だ。これは、まあ、バルデン線の前線面のことはあるんだ、まあ、そうだろうなって思った通りの形です。まあまあ、風のデータを見ればこれぐらいのことはきれいに分かります。前線面が見えるんです。そうすると、じゃあ余計分からなくなるのは なんですか。じゃあ南側は何なんですかという話。前線面ではないところで、で、しかも特に別に何かきっかけがありそうでもないのに、なんでそこにいるのかっていうのが非常に不思議だった。で、これを普通にですね、こういう大きな大雑把な見方として、バイオ衛星がありますモンスーンが流れ込んできますだけだと、もう見方が全然小さい話と大きい話と乖離しすぎてるので、これ解決できない。こういう普通の教科書的な考え方 でこれはどういうふうに見るか、もうちょっと細かく見ないと見えてこない数値予報モデル、ちょっともっと細かく見れるデータが必要ですということでですね、当時気象庁で一番細かくデータを得られるもの、数値予報モデルですけども、それでしかも広く見てみると、これ色で示したのは水蒸気量の分布です。で、風の分布もベクトルで書いてありますけども、どうも普通前線というのは気団、性質の違う気団2つの境目を前線というんですけど、で、気団が2つなら前線面は1つ、それでいいです。ところが気団がどうもこういうふうに分布で見てみる、水蒸気の量の分布で見てみると、明らかに違うもの3つあるんです。緑色で塗れてるもの、つまり結構湿ってるけど海の上ほどじゃない。で、赤色で塗ってるやつ、ものすごくさっき示したように、ものすごく湿ってるところですね。で、青く塗ってるのは、もう完全に寒気で涼しくて、過ごしやすいところです。で、その3つの気団があったら、境界線は3つなきゃいけない。で、じゃあなんでこの海の上にですね、大陸でまとまってたはずの気団がこう流れ込んできてたのか。これが流れ込んできてて、こう南側になんかちょっと斜めの線が入ってしまうので、境界線があそこだけ2つになってしまう。で、その南側をですね、南側はもう温度の差はないわけです。暖気と暖気の差なので。だけど水蒸気量がちょっとだけ違うんですよ。だから水蒸気のコントラストしかない水蒸気の前線です。
で僕はこれを水上前線というふうに名前を付けたんですけども、どうも東シナ海という場所はですね、あの海洋性の機械というと大陸から流れてくる機械というのがあのいつもじゃないですよ、ある時だけ同居しうる場所なんです。だから梅雨前線一本だけでは解決できない、南側にも何かが起こるっていうきっかけを作るんです。それが水蒸気前線です。それはもうこれ可能性の一つですけど、南側でいろんなきっかけによっていろんなことが起こりますが、これも何か起こすよっていうことを見つけたのが僕の最初の研究です。つまりまあ最初のニュースだったら南北広いですねって言ってましたけど、広いうちの南側はこれで説明できます。こういう前線ももう一本引かれてると思えば説明できるというのが、あの5年間かけて6月27日のわずか3時間の現象を5年間かけてここにたどり着いたのが僕の5冊目の時なんですけども、そういうことをやってるとですね、これ5年間かけてやってたらですね、何か一つ足りないものにという、何が足りないのかというと、ドップラーレーダーというものに出会ってそれでやってたんですけども、僕は水蒸気の量数値モデルという、まあ、あの人工的に作り出したデータで見てたんですけども、ちゃんと測ったことは実際にで、それはちょっと測ってみたくなるわけです。本当にそうなのかな、本当に水蒸気のコントラストはそこがそこにあるのかなっていうことが知りたくなったので、あのゾンデという気温とか湿度とか風を測れるものなんですけども、これを使って測りに行こうっていうふうに思ったんです。でこれ見えますかね、ヘリウムの風船を入れてセンサーを上げるとか、飛行機のこれ中なんですけど、飛行機の中からセンサーを落として測る方法があるんですけども、これちょっと多分写真暗くて皆さん見えにくいと思うので 3D で今日はお見せしたいと思います。で 3D で見る特別な方法はですね、実物を見れば確実かなと思いまして、ここに実物がありますので、こちらを後ろから回します。これをぜひですね、もうこんなので測ってますっていうのをですね、まあ皆さんにちょっと手に取って見ていってください。ドロップゾーンでっていうのは飛行機の上から落とすので、パラシュートが布のパラシュートがついてます。でその先に気温のセンサーですとか湿度のセンサーがついています。でそれの上部回ってきたらぜひ見てください。でこういったものでですね、実際に測ったらどうなるのっていうことを調べたくなって、自分でプロジェクトを考えて先生やりませんかと言ったのが、ま、5年後の6月27日また同じ日です。また同じ日にですね、もう一回やりたいです、絶対こうちゃんと測っても出るはずなんです。でこの日にですね、観測しに行ってですね、やっぱり梅雨前線が伸びていく。で飛行機であそこを飛んでいけば、で飛んでってあの城の丸のあるところでゾンデをいくつか落として水蒸気の量を測ればきっと分かるはずだ、違うんだったら違うんでもいいからそれをぜひ測りたいというふうに言ったわけです。で縦に切って南から北に向かってどういう分布になるかということが知ったわけです。で普通に考えると梅雨前線の前線面がこう切ったってですね、南側から暖かく湿った流れが流れ込んでいて、で普通に考えればそこで雲ができます。これが普通の考え方です。でこれで1本です、いいじゃないですかっていうのが話なんですけど、僕は2本あるんじゃないのっていうのをもう一回ちゃんと調べたことです。で実際どうなってたか、で水蒸気の量が多かったら暖かい量を示します。でこれ今簡単に漫画で書きましたけど、これデータで書くとどんな分布になるというと、これほど全く一様ではない分布が出てきます。寒気と暖気があるだけじゃないっていうのも間違いなくこれで見えますね。これは実際にその今回ってるゾンデという測器を落として1個15万もします。それを1個落としてですねそれは全部8点です。8点落としてこの縦一枚のパネルを書くんですけども、それをやると間違いない数値予報モデルでやっていた
その間違ってるかもしれないって言われてたかもしれないけど、予報だったら間違うかもしれないけど、これはもう現実を測りました。現実を測ってこれだけ通常期の量は1段、2段、3段どんどん変わって、南側でも変わってますというのがトリプが出てくる。これでですね、もう言えるのが一言で言えば、前線は1本が限らないということです。天気図に1本しか書きません。気象庁はシンプルに気をつけるべき場所を示すために複雑なことをすると混乱しますので1本しか書きませんが、ちょっとだけ頭の隅に置いておいてほしいのは、前線が1本とは限らないということです。つまり言い換えれば、危険は前線の上だけじゃないです。今回の九州北部豪雨、前線がかなり北にいたときに、九州はもう全然前線の上なんてなかったのに、あれだけの雨が降っている。で、それは僕が見つけた水蒸気前線のせいではない、ではないんですけども、南側でも降るよっていうのが梅雨の本質です。で、まあ、例えばですね、レーダーで、あの時どういうふうに雨が降ったかっていうのがですね、前線はこの韓国のあたりですね、緯度に黒い線で示しましたけど、あの辺にいたんですね。あの辺に記号で書いてあったんです。ところがあれよりも早く200キロ以上の南側でひたすら雨降り続けたっていうのがこの間の豪雨の原因です。で、聞いたことがあるかどうか、バックビルディングという作られ方で積乱雲がどんどんできたんですよとかですね、あるいはもうこのそれが全部集まってクラウドブラスターという衛星の画像で見るとこんな形のものができたから大雨だったんですよとかあったと思いますが、まあ、そんなキーワードがちらちら聞こえてたかもしれませんけども、とにかく何でできてるにしても言えるのは前線の上だけが危険じゃないということです。これが2つ目のトピックになります。で、そろそろ3つ目を簡単に終わらせて、まとめたいとは思うんですけども、研究をしようというときに、研究者としてではなくてですね、自分なりに研究しようというときにこんなキーワードがあります。クラウドクラスターとか、速記として気象レーダーというものが気になるんだったら、それで見えるものを研究してみてください。で、どうなんでも気にしてずっと考えてみるっていうのは研究だと思いますので、それをぜひ何かをきっかけにしてやってほしいなというふうに思います。最後にですね、3つ目のトピックなんですよ。実はバイオ原生っていうのは、バイオ原生そのものだけを見ていてもよくわからない対象であるということは2つ見てきた中でかなり気づいておられるかと思うんだと思いますけども、周りで何が起こるかがかなり重要です。バイオ原生以外のところ、そこで何が起こるかということをでですね、その出会ってるその大事なシーンの探し方です。それを3つ目のトピックとして話したいと思います。このトピックのまとめももう1分ビデオがありますので見ていただければ。これは、これから話す話は出会いの話ですけども、
僕の6歳の娘に何を思うかって言ったら、彼女は入学式を思い出すそうです。で結構彼女の、まあ、難しい話をもちろん知らないわけ、知らないで見てるわけなんですけども、結構当たってるなと僕は思います。で、前田先生の周りで何が起こるか、いろんな人と出会うことによって何が起こるか、全く話が変わってくるということが、これからの3つ目のトピックの本質になります。で、最初にですね、トピックは実はですね、この出会いの話は実は3つストーリーがあるんですけども、今日ちょっと全部お話しすると一個一個がすごく長いので、しかもものすごく高度です。高度で難しいので1つにします。で、3つある中で、もし別に話すもの以外でも興味があれば、質問の時間にぜひこれも聞きたいですということをおっしゃっていただければと思いますが、陸の影響はどうですかっていう話と、上空で何が起こっているかも影響するんじゃないですかっていうと出会いがある。で、今日お話しするのは海の影響です。海洋研究開発機構の海の影響はものすごく最近最先端と言いますかですね、これから数年後の最先端になるであろう研究ね、ものすごく難しいんですが、海と大気の影響というのはものすごく見分けが難しい。みんなずっとやろうとしてたんですけど、難しかった話題です。で、これをどう今やろうとしているかというお話をしたいと思います。で、バイオ電線の場合はですね、日本の南側に黒潮という非常に暖かい流れているんですけども、それの影響が今一番注目されています。で、それが本当にあるのかどうか、あるんじゃないかなってみんな研究者は思ってたんですけども、5年10年ちゃんと示せてなかった。で、それを最近かなり高度ですけども示せるようになってきたので、ちょっと触れたいと思います。で、絵はポップですけども、話はちょっと難しいんで構えてください。で、どういう話かと言いますと、バイオ前線に対してですね、雨を降らすには南風が暖かく湿った南風が吹き込めば済んで、南風くんがですね、今息をよとバイオ前線に吹き込もうとしています。僕がどういうか雨を作るには一番重要な存在だと威張ってるわけです。で、一方ですね、海流というのはものすごくゆっくりとした流れなので、影響があるかどうか非常に見分けるのが難しいんです。どれくらい下がるか、南側が風速10メートル毎秒以上、自転車で一生懸命漕ぐよりも速いわけですね。で、それぐらいの速さでたくさんの水蒸気をひたすら運び続けるので、だから雨が降るっていう話を一番最初にしたんですけども、だから威張ってるわけですね。で、ところが海流っていうのはどれぐらいの流れか、毎秒2メートルぐらい、ちょっとゆっくりジョギングするぐらいの速さ、もうこれだけ動きの差があるとですね、もう南風が吹き込みさえすればっていう感じがするんですけども、もうこれが本当に影響がお互いあるのかという話です。で、ところがですね、南風が暖かく湿った南風が吹き込んでいるはずなのに、いつも強い雨が降ってるわけじゃないのは、おそらく気づいておられる。いつもじゃないんです。雨は、降ってるかもしれないけど、ずっとすごく強い雨かって言ったら、そうでもないと思うのは実は多い。で、それとかみんな注目しないので、あんまり気づかないかもしれませんけど、結構降らない時が多いんです。ところが、そうするとですね、南風ではですね、調子出ないな。で、黒潮ちゃんはですね、どうしたのってなるわけですけども、そうこうしてるうちに強くもなって、全然強くなってないのに南下してくる、南下してきちゃったけどまだ強くなってないよっていうような話が起こるわけです。で、そうするとですね、南下してくるとどういうことになるかっていうと、あるタイミングだけ黒潮の上に南風の風速が一番強いところで重なるっていう時が来ます。で、そのタイミングがドラマの決定的なポイントです。で、そこで何が起こる。もともと暖かく湿ってた南風なんですけども、黒潮の方もですね、周りの海はもちろん南の海はみんな暖かいんですけど、その中でもさらにプラス 2,3 度高いという海にの上に行くと、どういうことが起こるか、そこでそういう時に初めてですね、水蒸気がちょっといつもより1割増し、2割増しということが起こり得るの。そうすると非常に強くなる。というのはですね、
観測でどうやってね、あの証明性できるかということをこの間やってきた映像なんですけども、こうやって、まあ、先ほど今回してるですね、気象センサーを船から上げる、黒潮のところに出かけていってですね、こんな感じです。バージョンを上げて、ちょっと遅れたタイミングでセンサーをパッと離します。海にぼちゃんと落ちないように。で、こうやって上げて、大気を測ります。で、それと同時に、その直後に水温を測ります。船で。これが水温を測るセンサーが、ランチャーでこう、ポトポトとします。これが水温センサーですね。ここにエナメル線がついてて、データをあのコードで取ります。で、海の底までデータを取るんですけども、こういったことを船の上で黒潮を横切りながらいろんなところでやる。で、そうするといつもいつも南風に影響してるわけじゃないんですよ。その瞬間を何回もやってると捉えるという、まあ、非常に幸運なタイミングがやってきます。で、それが今唯一できているのが長崎大学と僕らがやってるプロジェクト、マンダープロジェクトなんですけども M&A マリアのアトモスフェアマンダープロジェクトです。で、これから示すのはあの佐藤和俊君というですね、弘前大学のものすごく優秀な学生がいるんですけど、彼の結果、僕の結果じゃなくて、彼がこの半年ぐらいで示して、ものすごく、まあ、もう尖った最先端の結果ですね。で、さっきの黒潮の漫画の位置に当てはめると、こういうところを横切ってみると、どういう、まあ、さっきみたいに大気と海洋を同時に測ると、何がやれるで、1時間おきにですね、ものすごく高頻度にデータを取らないと絶対わからないんですけども、南から北に向かって、わずかもう数百キロのところに対して何十地点のプロファイルを取って、普通は1点が2点です。200キロか300キロに対して1点2点のデータしか普通は取ってないんですけども、このマンダープロジェクトはもう1時間に1遍もう、ね、寝ないで徹夜で全員ですねやるんですけども、そうするとこの下が海です。海の方で、上が大気の、梅雨前線があって、で、色で描いてるのが風速が強いところ、南風の風速が特に強いところが、あの部分、大体100キロないぐらい、数十キロぐらいです。あそこに極大があります。で、海の方はですね、ちょうど黒潮、つまり真っ黒に塗ってありますけども、水温が非常に高いところ、26度ぐらい。で、その、そこも非常に狭いです。数十キロぐらいしかない。それが偶然にも一致したところ、で、梅雨前線が来ると、ものすごく雲が発達するという話なんですけども、この真ん中で折れ線で描いてるんです。ちょっと見えますかね、線熱流速、ちょっと難しい言葉で書いてありますけど、線熱流速、何かというと、水蒸気を海が大気に渡している量です。を測ってます。で、その線熱流速が、この黒潮の上だけ極端に起こって、それ以外でほとんどガクンと下がります。この本当数十キロの瞬間だけ1割増し2割増しになる理由をこいつが示してるわけなんですけど、これがこう雨を一瞬ものすごく強くするということを実際に起こします。これレーダーあのカラーで書いてるのがですね、黒潮と南風雲がまだ交わる前、出会う前の雨の分布がこんな感じです。まあ、前線はあるんですけども、そんなに強くない、10ミリ、20ミリぐらいの雨がちょろちょろバラバラにあるんです。これ出会うとどうなるか、一瞬でですね、この出会った場所だけ、もう本当に出会った場所だけですね、一瞬で30ミリ、40ミリってなってしまう、その瞬間だけです。で、それがですね、ものすごくそのただの梅雨前線があって湿った南風があるというだけではなくて、その一歩先に何が必要かということを今示す上で、黒潮が非常に重要だと言えてる、まあ、これ今唯一の観測的証拠をお示ししました。で、このようにですね、今私は黒潮が非常に興味があってこれに注目しましたけども、皆さんが見る場合にもですね、まあ、そんな高度なことをするしない関係なくですね、能動的にものを考えるっていうことをするきっかけとしては、一番大事なのは自分が最も気になるキャラは何か。最初は例えば先ほどメソ低気圧ということをおっしゃっていただきましたけど、自分が一番気になるのはキャラは何かということを見つけていただくところから始めると、非常にその先が展開が早くなる。
で考えるのが楽しくない、親しみが湧くで不快が、親しみが湧いてくれば不快は愛着になるし、不思議はどんどん納得になっていくし、今までただの知識だったり情報だったりっていうのを受動的に受け取っていたものが能動的なもっと深い理解に変わっている。で、これはキャラを決めると何が起こるか、もう一つ言うと、これは自分で考えるのももちろん楽しくなりますけど、そのキャラを好きな同士がどこかに必ずいて、昨日好きな人って結構たくさんいらっしゃいますので、必ず私もそれが好きですという方が必ずおられます。でその人を見つけてください。だからプロの研究者の講演会でそのキャラの一致しているものを聞きに行くっていうのもいいと思うんですけども、あの普通にプロじゃない方でも必ず趣味が似てるっていうのは非常に話が盛り上がります。で、僕はですね、あのまあバイオ先生のキーワードにして同じジャムステックの山田研究員に出会い、もう彼の話に感動しました。今日ご紹介できますかね。で、万田先生って長崎大学の海の海洋学の研究者に出会い、もうこれももう、去年出会ったばっかりですよ、ね、今彼ほど話して楽しい人はありません。で、三瓶さん、会津大学の准教授の方ですけども、上空の影響は何ですか、バイオセンサーをやったらそういうことをやってる人がいて、あの彼に出会い、彼は昨年小学会の論文賞を取られましたけども、もう聞いててやめられなくなるぐらい楽しい話ばっかり出てきます。で、それはキャラを一致するさせるものを決めたから、こういう方たちに出会えたんだと思うんですけども、ぜひですね、皆さんもこのキャラ、ここに出てきてないもの何でもいいんですけど、何か気になるものをあの自分がもう一回自問自答していただくと、その先に行くきっかけがまた開けるんじゃないかなと思います。で、今日話したのはですね、3つの本質的側面です。立ち振る舞いはメソ低気圧に注目したら すごく見やすくなりますという話をしました。これが1つ目です。2つ目はバイオ電子の捉え方、まあ、いろんな側近で捉えたり、あの難しいモデルを使ったりいろいろあるんですけども、方法はいろいろありますけども、とにかく着眼点としてはこれからの研究課題でもありますけども、前線の南側、ここでどうやって雨が降るかということをあのぜひ注目していただきたいと思いますし、そこに対して疑問に思うことをぜひあのたくさん研究者に対してですね、あの聞いていただきたいと思います。で、それの中にもうこれから解かなきゃいけない課題ももう僕は無数にあると思いますので、その辺をあのその辺の中で特に重要なものを僕は選んで努力したいと思います。で、3つ目の出会いに対してはですね、あの僕は今トピックの一つとして黒潮ということをお話ししましたけども、海洋が大気に影響しているっていうのはものすごく証拠をつかみにくい話なので、必ず影響はしているのはみんな知ってるんですけども、証拠をつかみにくい話なので、ものすごく今までとは考えられないぐらいの数の考えられない方法でのもう観測なりモデルなりっていうものが今後必ず必要になります。これが注目ポイントです。で、この3つを能動的に考えて研究をすることによって追っ払うことは絶対にできると思います。で、もちろん災害をあの考えても災害をなくすことは難しいと思うんですけども、平時に最初の話で平時に楽しんで親しんでおくと、あの大変な時の行動、適切な行動なりなんなりが必ずもっとより良いものに必ずなると思うので、間接的にでも直接的にでも必ずどっかで役に立つ僕は思います。で、とにかくバイオ電線の正体ということで、最初はとにかく最長の地球で最長の電線だというところから始まって、3つの本質的な側面をお示ししましたけれども、まあ、あの3つのポイントこそがですね、東アジアに独特の武器をもたらすというポイント3つのポイントになっているわけです。で、まずあのもう3回も4回も繰り返してなんですけども、とにかく研究っていうのは素朴な疑問を今いくつか思いついていらっしゃるかもしれませんけど、それを話し合っていたら楽しくやめられないっていう状況が、それこそが僕は研究だと思います。で、それをですね、ぜひ皆さんもあの
今日この晩もあと何分かありますけども、それから家に帰ってから他の友達と喋るときでも結構ですけども、いろんな人とやっていただきたいなと思います。ということで、あの梅雨前線の正体として、梅雨前線の正体として最長の前線であることに対する3つの本質的側面をご紹介しました。それを今後皆さんがあのたくさん研究して、また僕と議論できる日が来ることをあの楽しみにしております。どうもありがとうございました。それでは質疑応答の時間を取ります。質問の方は挙手をお願いします。係の者がマイクを持ってまいりますので、よろしくお願いします。何でも結構です。はい、どうぞ。今日の話に直接関係があるのかどうか分かりませんけども、まあ、今から30年ぐらい前は豪雨というと20ミリとか30ミリ1時間ということだと思うんですね。その頃ちょうどあの不動産開発にちょっと関わったことがあって、役所の指示では1時間に50ミリの雨を想定して下水を整備してくださいと。50ミリなんて何ですかと聞いたら100年に一遍の雨だというような話だった。あ、そうかと思ってたんですが、最近は70ミリ80ミリ当たり前になって、つい先日はなんか100何ミリというような雨になって、ここでなんでこんなにあの雨の量が違ってきたのか、今のあの先列のなんとか関係なのかどうか、そこらへんちょっと分かればお聞かせいただけたらありがたいです。ありがとうございます。あの僕は不動産の視点からそういうのがあるとは知らなかったので、非常に興味深い質問ですけども、あの僕が専門で温暖化をやってるわけじゃないですが、温暖化のことをやってらっしゃる研究者のお話としては、少なくともですね、梅雨に限らずあの雨、豪雨と呼ばれるような雨の量、絶対量自体があの30年とかそういう昔よりもあのある程度増えてるっていうのは、あの観測としても見えてきてるというのはあるようです。で、それが梅雨の場合はどうなのかとか、秋の場合はどうなのか、それぞれ原因は違うと思いますが、梅雨は今その、もうそもそもできる本質として、その南風、モンスーンというものがどれだけ原材料を運んでくるか、その量が増えるというところが一番説明の仕方としては、あの今後や研究しなくちゃいけないところだと思うんですね。で、あの実際に30だったのが、70になっているポイントっていうのが具体的な地点としてどこなのかっていうのも結構重要なことで、それによってもその何が絡むかっていう要因は結構変わります。あの同じ梅雨でも同じ梅雨前線でも、あのかなりローカルなあの条件によって、あのそれが30が50になる理由、あるいは減ってる場所もあるかもしれませんけども、その理由っていうのは変わってくるので、それは例えば具体的に場所はどちらですか？神奈川県でそういう指導が受けました。ああ、そうなんですか、はい。30年前の指導がそういうふうにされてたんですね。それはあの僕もちょっと神奈川県というところでは具体的に考えたことがなかったので、ちょっと考えてみたので、ありがとうございます。そちらですか。最初の時に水蒸気量の分布という話が出てきたと思います。で、ゾンデを飛ばして測るという話も途中で出てきたと思うんですけれども、はい、そこで2つ疑問があります、はい。1つ目はその、今出していただいたような、水蒸気量を果たしてどうやって測るんだろうか、で後半にゾンデ飛ばしてという話があったんですが、それだけ今画面に出てくるような、はい、量を測るというのは、無理かなというふうに思っているので、はい、まず、この画像を出すためにはどういうことをされているのかなというのが1点目の質問、はい。で、2つ目は、空に飛ばすタイプと空から落としてくるタイプということです。機械が高いという話をしてましたけれども、回収もしくは、そのデータはどうやって拾ってくるのかというところをちょっと気になっています。
GPS で位置をちゃんと測って今どこにあるっていうのと、まあ、UHF の電波であの受信機を地上で受信機を持つなり飛行機の受信機を積むなりして受け取ってデータを処理します。で、GPS の位置を測ってそれが風で流されるということで風を測りますし、どの場所で温度であるを測っているということをあの解析をするというのがデータの取り方です。でこれ2番目の質問、これでよろしいですか。1番目の問題はですね、これ結構ちょっと複雑なものです。観測っていうのは、例えば沖縄なら沖縄、観測、鹿児島なら鹿児島、1ポイントで湿度を測る、まあ、基本的になるんですけど、1ポイントでしかデータないと、こんなあの広がりを持ったマップにするのはできないっていう話ですよね。で、こういうマップにするにはですね、あの観測を今抜きにして、数値予報モデルっていうのだと、モデルなので、すべてのグリッドに対して、まあ、当たってるか外れてるか、とにかく。ね、データは入ってくる。でそういうマップを作ることがまずできる。でこのマップを持っておいて、でもところどころ観測と間違ってるなって思うところがある。それは観測があるから間違ってることに気づくんですけど、観測と比べて間違ってるなって思うところを観測と丸々入れ替えるわけじゃなくて、周りとのこうバランスも考えてこれぐらい直すのがいいのではないかっていう直し方を加えます。その処理が一つか、数値予報っていうのがやって、ある程度ちょっと のところは合ってるし、ちょっと間違えたら観測を入れてちょっと修正をかけます。間違えたら修正をかけます。で修正をかけてその上り観測がないところはまあそのままモデルが入るんですけども、そうすると、まあ、マップとしてこうやって得られるんですが、あのただの予報結果よりもあの観測の影響がちゃんと反映されますので、かなり現実に近いものであろうと信じれるようなデータが出てくるという処理をこう2段階ということなんです。なのでこれは予報に使うんじゃなくて、やりをあの日にちが過ぎた後に、後からあの答え合わせをして、あの一番最もらしい場はこうだろうなって推測することです。これは解析、客観解析という処理なんですけども、そこに、まあ、僕も今やってるデータ同化というあの分野が関わっています。非常にそこ大事なところで、あの海の上は全く観測地点がないので、だからあの解析というですね、後から答え合わせをしたデータもほとんど間違ってる場合もたまにあるわけなんですね。それが非常に問題 でその後から答え合わせをしたデータを作って、それをもとに数値モデルをもう一回走らせる。でそのサイクルをぐるぐるやってるのが毎日の数値予報なので、海の上で間違いが残り続けるとひたすら予報がに対して間違いが起こる可能性がどんどん膨らんでしまう。どっかで直しちゃいけないんですっていう、あの非常に大事な問題で、ものすごくこれから僕はそこ一番力入れないといけないなと思ってる。だから東の海であの船に乗ってって船酔いしながら観測しに行くという感じ。はい、ありがとうございます。はい、他にどんな、はい、少しお手伝い。最初の方で出てきた梅雨のキーワードの中で陽性の梅雨と陰性の梅雨ってあったかと思うんですけど、それって、はい、陽性が陰性だとこう生活していく中で感じ方って違うのかなと思いました。質問させていただきます、はい、言葉としてはあのそんなに、細かいことを現象を指して、うん、定義している言葉ではなくて、あの感じ方としてあの、前年の梅雨の中でも土砂降りの雨が多い梅雨と、まあ、関東なんかであんまないと思うんですけども、どっちかというと九州とか西日本になると土砂降りの雨が毎日来るのが梅雨だねって思ってる印象があり、ちょっと北の方に行って、まあ、関東よりもちょっと北の方に行くと梅雨というのは雨は毎日降るけど、しとしとしてあのとりあえず毎日続くよねっていうふうに感じている。それを陽性と陰性という言葉で分けているということです。でももちろん感度でも陽性になるというのは条件によって起こりますし、あの厳密にあのどこからどこまでをこう分けてこれが陽性とかこれが陰性っていうふうに基準を上げているものではないです。あの一般論として西日本側の方が
今日は梅雨前線についていろんなキャラクターが存在するということを示して複雑なメカニズムなんだということを理解しました。で、それに関してなんですけれども今月あった、九州での豪雨のような、豪雨を予測することは可能かっていうのをお聞きしたいんですけれども、あれはメゾスケールの、積乱雲が豪雨を降らせてたんだと思うんですけども、そういった、梅雨前線に関連した積乱雲の予測っていうのは、難しいものなんでしょうか。一言でお答えすると難しいのはもう間違いないです。1年の中で予報はいろいろ問題あるんですけども、台風にしろ何にしろいろいろ問題あるんですが、梅雨の予報精度というのは最も難しいところですね。で、中でもああいった豪雨というのは気象庁も一番問題にされていると思います。頭を悩ませているというポイントではないかと思います。それで気象庁の予報がかなり正確にもちろん年々なってきていて、でどういうところでなっているかというと、今ですね、前線の上でできる豪雨、弱い時もあり今は強くなるよっていうことも含めてですね、前線の上でできるものに関してはすごく良くなってきてるなと、僕は僕がたかなか10年とか研究してる中でも全然違うなと思う。でそれでも梅雨時の予報の精度といいますか、成績というのがあるんですけども、梅雨時はまだ難しいというのが数値的に出てますが、それで難しいのは前線の上っていうのは割と数値モデルで条件を与えてやるとかなり表現しやすい、でどこで雨ができますっていう雲を表現しやすいところなんですけども、前線の南側で前線ってすごくはっきりしたきっかけがないところで突然起こってしまうっていうのは、数値モデルの中で人間が数値モデルを作ってますので、どういうきっかけで上がるっていう理由を知ってないと、きっかけモデルに教えてあげないと分かんないんですけど、それどうやったらいいのかっていうのはものすごく難しくて、でこの辺の例ですけども、200キロの南側でこんなにひたすら積乱雲ができて続ける、これ一つの理由は九州の地形の効果があると思うんです。でこれは地形の効果っていうのも、九州も分かってるんですけども、九州の地形ってせいぜい数百メートルとかそんな高い地形じゃないんです。そんな派手な地形じゃなくて、つまりモデルの中ではもうグリッドに対してもう一個山がこう小さなものがあるかないかみたいな表現になるんですけども、それに対して空気が上がるとか回り込むとかっていうのを細かく表現するってものすごく大変なことなので、で、表現できたとしても風の流れを表現できたとしてダメで、あるところで氷結が始まりひたすら雲ができ続けるというところまで全部含めて当てるっていうのはものすごくもうプロセスが重なりすぎてどんどん難しくなってしまうので、そこが今一番難しいところです。見ていて、あの山の九州のですね、長崎半島の付け根のあたりとかですね、あとは熊本のちょっと長島という島があるんですけども、そこの地形のところできっかけができてそこに固定されてずっとできてるな、見てると分かるんですけども、非常にちっちゃい山なので普段できてないものがなんで突然できるのか、山はずっとあるわけです。で南風もずっと吹いてるわけですけど、ある時突然できる理由はを知るってのはものすごく難しいですよね。そこが今一番これから何とかして解かなきゃいけないっていうポイントになるかと思います。よろしいでしょうか。あとすいません、最後元木研究員でまとめがありますので。質問はあと一つぐらいでお願いいたします。二つですね。二つですね。今温暖化が問題になってますけれども、それは北極圏のそういうところの
温暖化が全部の地球上のに影響を与えているということが分かってきているようですけれども、そういう影響をこういうね、先生との研究されている中で不思議に思うような現象が起こり得ているんじゃないかとちょっと先ほどから考えているんですけれども、どういうふうにそういう点は考えているのかと思います。すごいびっくりするくらい高度なご質問で、今おっしゃった冬の、冬のいかにこう北極ですね、冷たい場所の変化っていうのが、梅雨のように、もとにかく暖かい時期にこうして、暖かいものがどうなるかっていうことを今までずっと考えてたんですけど、今まで北側のいかに冷たいかを考えてなかったんです、今まで梅雨の研究。温暖化したら南側の海水面温度が上がって水蒸気が増えるんじゃないかって、そういう研究いっぱいしてたんですよ。で、冬の影響っていうのは僕はあると思ってて、で今まさにこう冬から梅雨にかけての変化のシナリオを全部つなげて解いてみたいなと思ってるところです。例えば今年の冬ものすごく寒かったんですね。でその後の梅雨っていうのは条件が完全に変わった上で起こる特別な梅雨が来るのか、僕はすごい今年の梅雨っていうのは特別な状況のように見えてるんですけども、それをどうきちんと証明できるかっていうのを僕がこれからすごくやりたいなと思ってるところで、あると僕も思っています。でそれを示したいと思っていますという答えでよろしいでしょうか。何年後くらいにお答えしたいと思います。それでは最後の質問ということで、面白い話を先生から聞かせていただいて大変勉強になりました。それでもう一つ冬の豪雪っていうのは非常に突発的にだんだん増えているように思うんですね。それからマスコミで言ってるゲリラ豪雨っていう言い方がありますけれども、そういったところの支障が起きるのはやっぱり先生こういう九州の中でもって研究なされたことと、やっぱり因果関係はよくあるというふうに考えてよろしいんでしょうか。ゲリラ豪雨という、とにかく突発的に起こる局所的なところで起こるということを指しておられるのかな。だからそれは冬に限らず、冬でも夏でも梅雨でも突発的に局所的にひどいことが起こるということを指しておられるのかと思いますけれども、今僕が話したのは割とアウトラインで比較的大きく見たときにこう説明できますという、バイオ前線というのは結構大きなものなので、それで説明できる側面を示しましたが、もちろんその局所的なものっていうのはもう少し視点を変えて、で測り方を変えて研究しないと解けないところだと思います。で局所的なのはさっきも質問にお答えしましたけども、何かほんのちょっとのきっかけで起こることなので、そのきっかけを見つけるのは非常に難易度が高くてですね、それは今僕が答えれる問題にまだ到達できていなくて、これからはきちんと答えないといけないなと思うところです。というお答えでよろしいですか。はい、もしあれば、豪雪が非常に増えたということの方はいかがでしょうかね。冬の場合はですね、雪か雨かっていうのは気温、地表面の気温で同じだけの量が水としては落ちてきてても、全くそのちょっとした気温差でかなり起こることが違ってしまうので、ちょっと高くさえあれば豪雪ということにはなってなかったのに、ほんのちょっとの気温の差で雪になって起こることが全然違う世界に行ってしまうっていう、非常にセンシティブな問題なので、なおさら難しくなります。でしかも局所的なので難しさが三重に重なってるぐらいのイメージなんですけども、まず雨だけで考えてきちんと解かないと多分そこに行けないと僕は思います。条件として非常に重なって難しくなっていくので、そういう段階に今研究としてもいると思います。はい、ありがとうございます。はい、それじゃあ最後お手元の方から、の影響がだいぶ変更してるから、それが
話ししたかったんですけども、ちょっと時間がなかったので、ぜひ後でまた別の形でですね、お話しさせてください。で、西川さんの内情報の西川さんの内容が非常に大事なので、そのお話も、まあ、僕の書籍としてはきちんと書かせていただきましたけども、まあ、その辺そこも最先端の一つのトピックですので、ぜひですね、どう重要かっていうのを疑問を発揮させるという意味で考えていただければと思います。で、ちょっと時間が大変になってしまいましたけど、最後に気象が身近であるということは皆さん誰もが同意されると思うんですけども、僕が今日一番言いたかったのは気象の研究だって身近であるということです。専門家でなくてもできるということが言いたかったことです。で、それぞれ成果云々関係なくですね、自分の素朴な疑問に対して素直な気持ちでですね、自分のキャラが一致する他の人を探して、肩書きとかそれも資格とか予報士とか資格とかそういうものを気にせずにですね、楽しくてやめられなくなるものを探していただければなというふうに思います。で、それを広くお互い伝え合うことで、またその仲間が増えますし、研究が進むというところ、あと一歩先のフェーズに行けると思いますので、それをぜひ今後皆さんとやっていただいて、またどこか別の場所でお会いできたらなというふうに思います。で、最後にですね、もうつい先月、僕がまだまだやり残しているバイオ電線の研究、黒潮との関係という意味でですね、参加していたジャムスティックの観測船での、観測の風景を予告編としてお見せしまして、次回必ず本編をお届けしたいという意味でですね、最後に見ていただければと思います。
夏休みの子供冬の科学教室なんて出演しないの？面白いじゃないですか、お話もあるの。人手がいるうちにやりましょう。